アル・オリバーは、アメリカ合衆国、オハイオ州ポーツマス出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。現役時代1964年6月13日、ピッツバーグパイレーツと契約。1968年9月14日に、メジャー昇格を果たしたが、同日父を亡くした。9月28日にメジャーデビューを果たし、同年4試合に出場。百六十九年、 二百八十五点一七本塁が七十打点を記録し、新人王の投票では二位イに入った。1971年、チームはボルチモアオリオールズを破り、11年ぶりのワールドチャンピオンに、オリバーは七試合中五試合に出場。パイレーツでは1977年まで10年間プレーし、オールスターに1972年、百七十五年、 1976年の3回、選出された。1977年12月8日に、ピッツバーグパイレーツ、アトランタブレーブス、ニューヨークメッツ、テキサスレンジャーズの4球団間のトレードで、テキサスレンジャーズへ移籍。1978年、1979年の2年連続で3割2部を上回る打率を記録。1980年には、 全163試合に出場し、自己最高の117打点を記録。4年ぶりにオールスター選出を果たし、同年表彰を始めたシルバースラッガー賞をガ外シュとして受賞。8月17日のタイガース戦では、アメリカンリーグ新記録となる21塁打を記録。1982年3月31日に、ラリーパリッシュ、デビッド・ホステトラーとのトレードで、 モントリオールエクスポズへ移籍。エクスポズ移籍1年目の1982年、リーグ1位となる204安打、43二塁打、317塁打、109打点、打率、331を記録し、史上初めてアメリカンリーグとナショナルリーグの両リーグでシーズン200安打、100打点を達成。MVP の投票では自己最高の3位に入った。 当時のオリバーの背番号は、0で、それにあやかる形で、NPB 広島東洋カープの長島清行が1983年より、背番号0を着用し、中堅守のレギュラーを獲得した。1984年は、サンフランシスコジャイアンツとフィラデルフィアフィリーズでプレー。現役最終年となった1985年は2月4日に、 パッドザックリーとのトレードでロサンゼルスドジャースへ移籍し、7月9日にレンマッツゼックとのトレードでトロントブルージェイズへ移籍。一類守備外野守備。ありがとうございます。